法卒は中国湖南省出身の女子プロテニス選手。2013年ウィンブルドン選手権と2014年全仏オープン女子ダブルスの優勝者である。WTA ツアーでシングルスで2勝、ダブルスで22勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス14位、ダブルス1位。フォアハンドストローク、バックハンドストロークとも両手打ちの選手。 そこから繰り出す兄弟のショットとタフな体格、強気な性格などから中国女子テニス界の盲女と呼ばれることがあるという。法卒は父親が警察官という家庭に生まれ、8歳の時からおじの勧めでテニスを始めた。2000年から中国国内のトーナメントに出場し始め、2001年に15歳で女子テニス国別対抗戦、フェドカップに 中国代表選手として初出場する。2003年にプロ入りし、2004年ウィンブルドンデヨン大大会本戦にデビューした。2005年夏、頬はシングルスの自己最高ランキングを31位まで上げたが、これは当時の中国女子の最高位であった。翌2006年1月に同僚選手のテイ・キシと細紫が全豪オープン女子ダブルスで、 初優勝し、ここから中国女子テニス界の盛り上がりが始まった。ホウもその一人としてシングルスダブルスともに実力を上げていき、この年からフェドカップの中国代表選手として起用される機会が増えた。2006年5月、ホウはフランスストラスブール大会で初めて WTA ツアーのシングルス決勝に進み、第2シードのニコル・バイディソバに6から7。 3から6で敗れた。全仏オープンでは2回戦で途中棄権したが、2006年ウィンブルドンで初めて3回戦に勝ち上がり、第16シードのフラビア・ペンネッタと対戦した。このウィンブルドンで、リダが中国女子選手として初のシングルスベスト8に進出する。2007年9月末に開かれた中国、甲州市の大会で、法卒は、おそむらさきとのペアで、 女子ツアーのダブルス初優勝を達成した。2008年3月初めのインドバンガロール大会で、法卒は、同じ中国の孫天テ天ンテンとペアを組み、決勝で台湾ペアの先英前消化用組を破って優勝した。この年は、女子ツアーのダブルス戦で、大半のトーナメントを孫とのコンビで出場し、ダブルスの自己最高ランキングを18位まで上げた。それから、法は、 ウィンブルドンで2年ぶり2度目の3回戦に勝ち上がった。2009年1月、メディバンク国際の女子ダブルスで、射ゼンマイと組んで優勝。全豪オープンでは、初進出の3回戦で、第2シードのセリーナ・ウィリアムズに1から6、4から6で敗れた。射ンマイと組んだダブルスでもベスト8まで進み、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組に2から6、6から4。 3から6で敗れたため、ホーは単独とも、S ウィリアムズに道を阻まれたことになる。全仏オープンで、ホーは初めて女子シングルス、第31シードを得た。シングルスは1回戦敗退に終わるが、シャトのダブルスで準決勝まで進み、ビクトリア・アザレンカエレーナベスニナ組に3から6、5から7で敗れて、決勝進出を逃した。2010年11月の杭州アジア大会では、 シングルス準決勝で日本のクルムダテキミコを7から6、3から6、6から2、決勝でアクグルアマンブラドアを7から5、6から2で破り金メダルを獲得。団体でも金メダル、オソムラサキと組んだダブルスでは銅メダルを獲得した。2011年1月の全豪オープンでは2回戦で第7シードのエレナ・ヤンコビッチを7から6、3から6、3回戦では 森田歩美を6から1、3から6、6から3で破り4大大会発のシングルス4回戦に進出した。4回戦では、アグニエシュからドアンスカに5から7、6から3、5から7で破れベスト8進出はならなかった。全仏直前のブリュッセル大会で4度目の決勝に進出したが、世界ランキング1位のキャロライン・オズニアッキに6、2、3、6、3、6で破れた。 全仏オープンは、フランチェスカ・スキア・ボーネとの3回戦を途中棄権したが、ウィンブルドンと全米オープンでも4回戦に進出し、自己最高のランキング14位を記録している。2013年ウィンブルドン選手権では、車宿ゼンマイとペアを組み始めて4大大,大会ラブルスの決勝に進出した。決勝では、アシュリー・バーティアンド、ケイシー・デラク・アグミオ76、 6-1で破り大会初優勝を果たした。最終戦の WTA ツアー選手権でも、決勝で、エカテリーナ・マカロアエレーナ・ベスニナ組を6から4、7から5で破り優勝した。2014年全仏オープンでも、決勝で、サラ・エラニロベルタ・ビンチ組を6-4、6-1で破り4大大会ダブルス2勝目を挙げた。2014年全米オープンでは2回戦で第4。 シードのアグニエシカラドワンスカ、3回戦で第28シードのロベルタ・ヴィンチ、4回戦で第14シードのルーシー・サファーロバを破り、ノーシードから初めて4大大会シングルスでベスト8に進出した。準々決勝ではベリンダ・ベンチッチに6から2、6から1で解消し、ベスト4に進出したが、しかしキャロライン・ウォズニアッキとの準決勝を途中、棄権した。 2016年10月の天津オープンでシングルス7度目の決勝進出。決勝でアリソンディスクに7から6、6から2で勝利し、30歳でシングルス初優勝を果たした。法卒はオリンピック中国代表として2008年北京五輪と2012年ロンドン五輪、2016年リオ五輪の3大会に出場している。 2017年のウィンブルドン選手権において、ダブルスのパートナーを変更するため、相方に危険を強要しようとしたとして、不正防止期間、テニスインテグリティユニットから6ヶ月の出場停止と1万ドルの罰金処分が科された。なお、法卒は本大会には出場しなかった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。2010年全米の不先輩は通算成績に含まない。ありがとうございます。